天馬青物の市場はと天馬市場天馬青物の市場は、かつて大阪府大阪市北区にあった卸売市場。現在の天神橋一丁目、天馬四丁目、道三丁目の大川沿いにあった。江戸時代に道島米市場、雑魚上魚市場とともに大阪三大市場の一つとされ、青果物の取り扱いを独占していたのが天馬青物市場である。そのルーツは、 現在の大阪城の位置にあった石山本願寺の門前市にまで遡ることができるという、大阪の神語は1616 16年に京橋南詰に開かれた。1651年にこの場所が大阪町奉行に就航されることになり、大大地の京橋片原町に移転。しかし、不便であったため、1653年に天満へ移転した。 1685年当時は54件の問屋を有していた。その後、紳士の解説を求める運動が何度か起こったがすべて尻溶け、1772年に株仲間の解説を公認された。この時の天満の問屋独占は強力で、紳士を認めないばかりか、市場内の立ち売りの禁止、自家売買の禁止も公認されていた。しかし、 1798年に、近郊26カ村の市場内の立ち売りが解禁。また、青物を供給する農村は、大阪城下の南港に位置する西成郡利吉江門木もいる地、聖光津村、南馬村、木津村、今宮村、勝間村、中在家村、今在家村の畑は8カ村と呼ばれた村々が、中心だったため、 天満青物市場から遠く離れた畑場八花村との対立が絶えず、1809年に13品目に限って木津南馬市場の開設が認められた。それでも天満青物市場は長らく環境の市場として、明治、大正になっても大阪市随一の青物市場として栄えていたが、1931年に大阪市中央卸売市場が設立され、廃止された。 ありがとうございます。